ただいまより第71回利根川水系連合総合水防演習の開会式を開催いたします。水防団長以下721名中号終わり。よし。ただいまより第71回利根川水系連合総合水防演習を開催いたします。水災害に強い国土づくりに向けた流域治水の本格的な実践など、国民の安全安心の確保に全力で取り組むとともに、災害現場の第一線で水防活動に従事する皆様との連携を強化してまいります。治水施設の整備を加速化して防災力を高めるとともに、水位計や稼働監視カメラの設置などにより減災力も高めることで、あらゆる関係者と共同した流域治水を推進し、レジリエントな社会の実現を目指してまいります。令和元年東日本台風では、本市においても広域にわたり住民の避難が必要となりました。この時利根川の八田島観測所では、現在の氾濫危険水位である 4.10 メートルまであと3センチメートルに迫る 4.07 メートルまで水位が上昇するなど、危機感とともに被害を最小限に食い止める水防活動の重要性を再認識したところでございます。水防の職責を担う我々水防管理団体といたしましては、出水時における水防活動が迅速かつ的確に実施できるよう、日頃から十分な備えが必要であります。大雨によりこの利根川で堤防が決壊すれば、その被害は甚大なものになります。洪水の時に堤防を守り、そして地域を守るのは、まさに皆さんが行う水防活動です。私、本日の総合司会を務めますアナウンサーの岩井理恵と申します。そして水防活動や水害について解説してくださるのは、群馬大学大学院教授の清水義彦先生です。どうぞよろしくお願いします。
清水先生がお考えてになる宮村先生の水防に対するご功績をお話しいただきます。はい、わかりました、はい、洪水や水害を経験するたびに水害はその知恵というものを蓄積して向上していきます、はい、これを宮村先生はですね、水防の知恵というふうに呼びました。でこれを全国の水防の知恵を研究されて、でその大切さをですね、こうした全国の水防の活動の場面で大きく発信されてきました。今回の演習では利根川整備の基準となる計画規模を超える洪水が発生するものと想定します。令和元年東日本台風は利根川中流部でも氾濫する恐れがあるほどの大規模な洪水でした。治水地形分類図と呼ばれるんですけども、はい、ね、いろんな色が塗られています。で深谷はですね、こうした黄色い土砂が溜まった地域のことをですね、島という名前をつけている、はい、千原井島もその代表の一つですよ ね、はい、ね、とても普段はいい土地であります。しかしながらですね、そういった土地というのは本来洪水が氾濫して、そして土砂が溜まった地形であるということですから、潜在的に水害リスクのあるそういう地域だということを決して忘れてはいけないというふうに思います。令和5年5月27日午前10時6分関東地方整備局と気象庁は共同で利根川上流部氾濫注意情報を発表し、今後の洪水予報に注意するように伝えました。水防警報が発表されました。水防団は水防活動の準備を始めるとともに巡視を始めてください。承知しました。巡視班は直ちに出動して堤防の巡視を開始せよ。巡視班は巡視活動開始します。よし。巡視班が堤防の巡視を始めました。水防団第一中隊は準備工法を実施せよ。水防団第一中隊は準備工法を実施せよ。よし。水防団出動の合図であるサイレンをきっかけに水防団第一中隊が出動してきました。作業を開始します。わかれ。ただいまドローン作りを開始しました。こちら水防団本部、土のう作り開始の件了解。大里郡利根川水害予防組合は明治40年に設立され100年以上の歴史を持ち、今年の2月15日に深谷市立明戸小学校で子どもたちに水害の恐ろしさと水防活動の大切さを伝えるために6年生を対象に水防学校が開催されました。現在水防団が実施している準備工法は袋に土を詰めて土のうを作る土のう作りです。土のうはほとんどの水防工法で使用するので、土のう作りは水防工法の基本と言われます。あちらの重機を使った作業も土のう作りです。土のう袋をかぶせた器具に重機で一度に大量の土を入れ、余分な土をどかして器具を引き上げると同じ大きさの土のうが一度に9個できます。水防工法技術の向上、また私たちの町ですので、まず私たちが守るという防災の意識につなげていきたい、このように思います。続いて自衛水防訓練の模様をご覧いただきます。ご覧いただいているのはプランターとビニールシートを使った簡易水防工法と、ゴミ袋に水を入れた水のうと段ボール箱、ビニールシートを使った簡易水防工法です。行っているのは明戸地区、八本地区、豊里地区の3つの地区の皆さんと明戸中学校の皆さんです。そしてこちらは土のうとビニールシートだけで食い打ちや追加の土砂を使用しない改良積み土のうです。行っているのは明戸地区、
八本地区、豊里地区の3つの地区の皆さんと、ものつくり大学の学生さんと、マルコーフーズ株式会社の皆さんです。訓練会場には、豊田副大臣、大野知事、小島市長も足を運んで、自衛水防の訓練を見学しています。広報の指導は、埼玉県県土整備部班と深谷市の職員の皆さん、深谷市と熊谷市の女性消防団の皆さんです。令和5年5月27日午前10時25分、関東地方整備局と気象庁は共同で利根川上流部氾濫警戒情報を発表しました。深谷市は利根川八田島水位観測所の水位が避難判断水位を超え、さらに上昇を続けると予測されるため、災害警戒本部を設置し防災体制を強化します。深谷市藤の木にある特別養護老人ホーム暁は、ケアハウスやショートステイなどの高齢者向け介護サービスを提供し、約100名の利用者が生活する福祉施設です。越水に対してはですね、まず洪水をあふれさせないというのが基本になります。はい、ですからこうやって堤防の 高さを上げて越水させないということがあります。次の浸透破壊に対して、これに対してはですね、半円形状にやはり土のを積んでですね、この中に吹き出した水、茶色い水を食べます。はい、これを月の輪というふうに呼んでいます。はい、今度はですね、川側の扇窟をこうやってかけ始めました。これはですね、シート張りというふうによって、あのかけ出したあのその扇窟口をですね、はい、シートでこう覆うんです。水防団本部、水防団本部、こちら巡視班、ただいま前浦駅先で扇窟場所を発見。こちら水防団本部、前小屋地先で扇窟発生の件了解。水防団第二中隊は直ちに出動して扇窟防止工法を開始せよ。水防団第二中隊は扇窟防止工法を実施します。よし、これ扇窟防止工法について説明します。水防団が行っているのはシート張り工です。シート張り工は扇窟部分をシートで覆って保護するほかに、堤防にできた水の吸い込み口を防ぐためにも使います。水防団第三中隊は直ちに出動して越水防止工法を実施せよ。水防団第三中隊は越水防止工法を実施します。よし、これより越水防止工法を始め。越水防止工法について説明します。積み土の工では水が漏れないように、川の流れに平行に土のを積み、前後の土のに土を詰めて締め固めます。3段以上積む場合には補強のために1列目の土のに鉄杭などを打ち込みます。次に改良積み土の工ですが、ブルーシートで土のの隙間を覆って水漏れを防ぐ積み土の工を改良強化した工法です。最後に水の工です。ポリエステル加工したチューブの中に水を入れて積み土のと同じ効果を発揮させるもので、チューブ同士をつなげて長く延長することができます。水防団本部、水防団本部、こちら巡視班、ただいま前浦駅校庭の裏側で漏水箇所を発見。こちら水防団本部、前浦地先堤防の裏側で漏水発見の件了解。水防団第四中隊は直ちに出動して漏水防止工法を実施せよ。水防団第四中隊は漏水防止工法を実施します。よし、漏水防止工法作業開始。堤防の上、ポールが立っているのがご覧いただけると思います。あちらは
利根川上流河川事務所の CCTV カメラで24時間河川の状態を監視記録しています。今大型映像機に出ている画像が CCTV カメラで確認できる河川の状況です。数年前の台風の影響によって地元の河川が氾濫しかけるといった経験もありますので対応できるよう努めていきたいと思っています。以上です。ただいま本日の総裁であります国土交通副大臣と副総裁の埼玉県知事深谷市長が水防工法の視察に向かいました。利根川上流河川事務所と利根城建設防災協力会が深谷市の要請を受けて水防活動の支援のために大型土のうを運んできました。西ゲートの脇では大型土のう造成機で大型土のうの作成が始まりました。深谷市の要請を受けて埼玉県の協力企業一般社団法人埼玉県建設業協会大里支部が越水防止工の支援のために大型土のうを積んだダンプカーと大型重機で到着しました。ただいま大型映像機に映し出されている映像は利根川上流無人航空機協定会社のドローンが撮影した演習会場の映像です。利根城建設防災協力会のトラックが完成土のう100体を運んできました。一緒に到着した作業員と大型土のうの囲いに土のうを詰め込む作業を始めます。漏水防止工法について説明します。月の和光は堤防の住宅地側斜面に漏水が吹き出したとき漏水口を中心に土のうを半円形に並べ水のたまりを作ります。会場中央の鎌団口は漏水が堤防から離れた平場に吹き出したときに行います。反対側の工法はブルーシートで土のうの隙間を覆う改良型の月の輪工です。演習総裁の国土交通副大臣と演習副総裁の埼玉県知事同じく演習副総裁の深谷市長が水防工法を終えた水防団に激励の言葉をかけています。この機会に水防技術をしっかり身につけ今後起こり得る水害に備えたいと思います。令和5年5月27日午前10時55分関東地方整備局と気象庁は共同で利根川上流部氾濫危険情報を発表しました。利根川上流河川事務所の津森です。現在の利根川の状況について説明します。画面の情報をご覧ください。八田島水位観測所において利根川の水位が氾濫危険水位に達しさらに上昇を続ける見込みとの連絡がありました。深谷市の八津本豊里地区は北に利根川、南に小山川が流れ堤防に囲まれた水害の影響を受けやすい地域です。で住民は安全な場所にこう逃げることが基本です。で今日もありましたように自分だけではなく要援護者の避難というようにですね自助とともに共助も求められる。行政とともにですね民間企業そして住民が総動員でですね水害に備えることが今求められています。水防団本部こちら巡視班ただいま新城大橋下流で越水を確認しました。こちら水防団本部利根川越水発生の件了解。水防団から利根川の越水を確認したとの報告がありました。利根川はいつ決壊するか分かりません。緊急安全確保を発令します。令和5年
5月27日午前11時10分関東地方整備局気象庁共同発表、埼玉県深谷市内において利根川の水が堤防を越えて流れ出しています。国土交通省は先ほどのありましたようにですね、川の防災情報、それから浸水ナビといってですね、堤防から水があふれたときにどんなふうに我々の身に迫ってくるのか、そういう情報も与えてくれています、はい、そして避難についてですね、事前に行動計画を作っていくこと、これをタイムラインというふうに言いますけれども、行動計画タイムラインを作っていくことが大切です、はい、住民に危険が迫っています。一刻も早く頑丈な建物や高い場所などへ避難をお願いします。わかりました。早急に市民の避難状況を確認し、すべての情報伝達手段を尽くし、全力を挙げて市民の安全確保に努めます。災害が発生したときに食事を提供することも災害時の重要な仕事になります。今回の演習では日本赤十字社埼玉県支部2名と深谷市赤十字奉仕団の皆さん45名、陸上自衛隊第一師団第32普通科連隊10名が協力して非常食の炊き出しを行っています。作っているのはカレーライス2000食です。ただいまより河岸側の演習会場で救出救護訓練を行います。演習想定、利根川は深谷市内において右岸堤防が決壊しました。一部の住民が自宅に取り残され救助を求めている模様です。皆さん上空左手をご覧ください。深谷市周辺の浸水被害を把握するために国土地理院の測量用航空機国風が飛来いたしました。国風が撮影した航空写真は浸水推定図にも利用されます。浸水推定図は航空写真や国土交通省のヘリコプター青空が氾濫の状況を確認するために飛来しました。現在前方の大型映像機に映っている映像は青空が撮影した画像です。埼玉県警察航空隊のヘリコプターさきたまが被災地の状況調査のために侵入してきました。ただいま大型映像機に映し出されているのはさきたまが撮影した映像です。続いて訓練会場に左手より侵入してきたのは陸上自衛隊第一師団第32普通科連隊の偵察バイクです。ただいま会場右側から深谷市消防本部の部隊が侵入してきました。先頭が指揮隊、続いて救急隊、さらに重機搬送車、水上バイク搬送車となっています。深谷市消防本部指揮隊は現状指揮本部を設定しています。続いて上空をご覧ください。埼玉県防災航空隊のヘリコプター荒川2が飛来しました。消防本部の土砂風水害機動部隊が流木などの漂流物を道路から除去するために活動を始めました。ただいま前方埼玉県防災航空隊のヘリコプター荒川2が水中に孤立したビルの住民の救出を始めるところです。孤立者の救出に使用するサバイバースリングは水上地上を問わず遭難者を引き上げ救助するための装具です。日本赤十字社埼玉県支部医療救護班の救急車と人員輸送車が侵入してきました。上空左手から侵入してきたのは陸上自衛隊のヘリコプターです。今陸上自衛隊のヘリコプターから
隊員がリペリングという方法で降下しました。埼玉県警察機動隊の水難救助車と人員搬送車が到着しました。埼玉県警察の地上部隊がレスキューロケットを発射します。迅速に要救助者を確保する必要がある場合にロープのついた浮きを発射する資機材でロープで引き寄せたり流されないようにすることができます。埼玉県警察の救命ボートが水中に立ち往生した漂流者2名を救出するために侵入してきました。県警の2艘目の救命ボートが船外機を止めました。水難救助隊の隊員がパドルで漕いで漂流者に近づきました。深谷市消防本部高度救助隊が水上バイクを使って孤立民家に取り残された住民の救助に向かいます。陸上自衛隊第32普通科連隊のトカボートが侵入してきました。浸水地域に取り残された市民10名の救助に向かいます。陸上自衛隊が救出した住民が日本赤十字社の救護所に向かっています。住民は救護所でトリアージを受けます。トリアージは緊急度・重症度の判定を中心に治療及び搬送の順位をつけることです。医療設備の整った病院へ搬送する準備を始めました。深谷市消防本部の救急車が到着しています。国土交通省のテックフォース部隊と独立行政法人水資源機構の緊急災害支援隊が氾濫水排除のために到着しました。先頭が河川パトロールカー、続いて夜間作業を支援する照明車と国土交通省の排水ポンプ車、最後に独立行政法人水資源機構の排水ポンプ車です。利根川上流風水害対策支部、利根川上流風水害対策支部、こちら機械班排水ポンプ車の設営完了。これより氾濫水排除作業にかかる。排水ポンプ車が稼働し始めました。以上をもちまして救出救護訓練を終了します。ただいまより第71回利根川水系連合総合水防演習の閉会式を行います。本日の演習では水防団の馬場茂団長の指揮のもと22の機関約700名の方々により緊張感のある実践的な演習が行われました。水防団の皆様には日頃の訓練の成果を生かし水防工法を迅速かつ的確に実施していただきました。以上をもちまして第71回利根川水系連合水防演習を終了いたします。全員解散。